放送席、放送席、ヒーローインタビューです。投打のヒーローに来ていただきました。まずはナイスバッティング、サンズ選手です。サンズさん、点の取り合いの中で自分のところにチャンスが来た、あのホームラン、どうでしたか？Yeah, we did a good job all day. Joe pitched a good ball game. In that seventh inning, we did a good job getting guys in scoring position. Oyama tied it up with the sack fly. I just wanted to get a ball to get us a lead, and luckily it went out. もう今日は全体的にみんないい仕事できたと思います。ガンケルがね、粘り強く投げてくれましたし、まあ、あのイニングもみんなでつないで、得点圏までランナーを進めてくれて、ユースケがね、あの大山選手が犠牲フライで追いついてくれましたし、まあ、いい場面で回ってきていい結果が出てよかったです。みんなで戦っているっていうことはサンズさんも今年はすごく感じられますか？Yeah. I mean, so far we've done a really good job. Obviously, our pitching staff's done a really good job keeping us in ball games, winning ball games. And then our lineup, top to bottom, we've been doing a really good job working together and scoring runs when we need to. And it obviously has been showing. 本当にそう思います。先発陣はじめピッチャー陣は本当に粘り強く、投げてくれますし、打順の方も1番から、9番までね、抜け目ない打線続いていると思うので、本当みんなで、一つになっていい戦いがずっとできていると思います。そしてサンズ選手は今日の打点も含めてセリーグ打点部門トップを走ってます。打点に対するこだわりはどうですか？Yeah, I mean, RBIs are great. I mean, individually, that's what I'm here to do. I'm here to slug and drive runs in. And obviously, if I'm getting RBIs and team scoring runs, then it's helping the team win. やっぱりそれが自分の仕事だと思いますし、得点圏とかね、まあ、塁に出てくれる、チームメイトを返すということでチームの勝利に貢献できる、と思ってますので、それがやっぱり自分にとっては大事な、役割だと思ってます。ありがとうございます。さあ、続きましてではスアレスさんにお話を聞きましょう。今日もしっかり締めてくれて勝利おめでとうございます。Sí, gracias a Dios, salió todo bien hoy. El equipo ganó y pudimos terminar el juego bien. はい、本当勝てて嬉しいですし、まあ、本当みんないい仕事して自分もいい投球ができて、とにかく勝てて嬉しいです。とりわけ今日のようにね、激しい試合で自分の出番を待つときってドキドキすると思うんですけど、気持ちどうですか？Sí, pero hay que estar listo para la situación de juego. Todos los juegos hay que prepararse. Si se da la oportunidad, hay que estar listo para salir y hacer el trabajo. まあ、自分自身としてはね、どんな展開であれ、最後は、自分が締めるというつもりで毎日準備をしていますので、まあ、こんな展開であれ、しっかりとセーブを上げる場面になれば自分の仕事だと思って、準備できてしっかり、準備できたのでよかったです。はい、甲子園のストッパー、スアレスさん2年目になりますけれど、この仕事はやりがいがありますか？Sí, me siento muy bien. El equipo me ha tratado bien. Todo está saliendo muy bien y espero este año estar completo la temporada y hacer un buen trabajo igual que el año pasado. はい、本当にやりがい感じてます。甲子園という球場を本拠地にする素晴らしい、タイガースのチームのクローザーとしてね、2年目を迎えますので、昨年同様に、しっかりと仕事ができるように頑張っていきたいと思います。あ、本当にたくましい活躍をしてくださったお二方ですが、それでは最後にサンズさんから甲子園の皆さんに、テレビやラジオを見て聞いてらっしゃるタイガーさんの皆さんに日本語で一言お願いいたします。毎度お気に、ありがとうございました。今日のヒーロー、スアレス投手、そしてサンズ選手でした。本当に頼もしい外国人の2人、あの2人が今日のヒーローということでヒーローインタビューを受けました。
さあそれでは今度は矢野監督の勝利監督インタビューです。放送席勝ちましたタイガース矢野監督です。いや大変な試合になりましたけれども、まあそうですね、まあバタバタしたところありましたけどね、まあ、全員で粘って、はい、やりました。ゲームの流れの中ではまず佐藤選手の豪快な一発から幕が開いていきましたけれども、そうですね、まあ、追い込まれての、ねカーブだったかなと思いますけど、まあ、ああいうところでねやっぱホームランというのは、まあ、佐藤の、テルの魅力なんで、はい、彼らしい、はい、いいホームランでした。ガンケル投手はね序盤は抜群のピッチングだったんですが、中盤になってちょっとこう揺らぐところもありましたけれども、まあ、それでもナイスピッチングじゃないですかね、うん、まあ、あの展開でこう投げていってずっといいピッチングしてくれてるんで、まあ、バッティングもいいバッティングしてくれましたし、はい、しっかり仕事してくれたと思ってます。そう、そのバッティングなんですけどもね、5回のところひょっとして代打もあるのかなと、まあ、ネット裏の方は勝手に邪推をしてたんですが、そこ思い切って使ってそのままはまりましたですけどもね、まあ、そうですね、打ってくれと思って代打をあのガンケルを、ね、立たしてるわけじゃないですけど、はいはい、まあ、あのガンケルがしっかり打ってくれたっていうのはもうプラスアルファ の、はい、あのラッキーなところと、まあ、ガンケルもともとバッティングいいんでね、はい、そういうところはよくやってくれました。取って取られての展開の中で DeNA が二塁ランナーが三塁進塁しようとするところを木浪選手が冷静に三塁ボールを送ってアウトになった。あそこでまたクッと流れが阪神の方に来たように思ったんですが、どうですかあれ。まあ、そういうこう一個一個の流れもありますしね、まあ、あの他で言えば近本が浅い犠牲フライで帰ってきたり、ヨーカーがこの送りバントしっかり決めてくれたっていうね、ああいうところは本当に試合の流れの中で本当に大きなプレーなんで、まあ、そういうところも、うん、あの影の功労者というか、はい、ヒーローかなと思います。でしっかり勝ち越しにつなげてくれたのがサンズ選手の一発ということでね。いや本当にね、まあ、タイムリーとは思いましたけどね、まあ、最高の形でホームランにしてくれたんで、まあ、次行くピッチャーがね、まあ、多少の余裕を持っていけるような、まあ、そういうまた相手にダメージを与えるそういうホームランになったと思います。しかし DeNA も選手が揃ってくるとやっぱりしぶとい野球やってくるし手強いですよね。まあ、もともとバランスのいいチームなんでね、はい、2桁の貯金をしっかりキープという週末になりましたけどもいかがですか。まあ、キープとは思ってないんでね、どんどん積み重ねていくことしか考えてないんで、目の前の試合を全力で取って全員で戦うという野球をやっていきます。また素晴らしいゲームを待っております。はい、ありがとうございました。